ひとふさのぶどうは、有島武雄による小説、雑誌、赤い鳥1920年8月号に掲載された。その後、本作を、表題作として、全4編を収録した単行本、ひとふさのぶどうが1922年に、総文革より刊行された。ひとふさのぶどうは、有島が書いた、最初の創作童話で、横浜英和学校での自身の体験に基づいている。 単行本、一房の武道は、有島が生前に残した唯一の創作童話集であり、全員4編中、本作を含む3編が、有島の幼少期の体験に基づくものである。有島が自ら想定、創画を手掛け、自分の3人の子供たちに拳銃が捧げられている。小さい頃絵を描くことが好きだった主人公の僕は、 自身の住む横浜の山の手の美しい海岸通りを絵に描いて再現しようとする。しかし、自身の所持している絵の具では、本当の景色で見るような絵には描けない。ある日西洋人の同級生、ジムの持つ、破来の上等な絵の具が羨ましくて衝動的に、盗んでしまうが、ほどなくしてそのことが露呈し、美しい憧れの先生に言いつけられてしまう。泣き続けていた僕を、 先生は優しく許し、一房のぶどうを渡す。翌日学校へ行くと、ジムが優しく、僕の手を引き先生の元へと連れて行ってくれる。そこで二人はぶどうを分け合い無事仲直りをすることができた。それから時は過ぎ、秋になると、ぶどうの房はいつでも美しく、紫に色づいて実るが、先生の大理石のように白い手が僕の目の前に現れることはもうない。 絵を描くことが好きな少年。体も心も弱く、はにかみ屋で臆病な性格をしていて、言いたいことも言わずに済ます性質。友達も少ない。ある日、西洋人の同級生、ジムの持つ、博来品の絵の具を盗んでしまう。若い女の先生。僕の憧れの先生。絵の具の事件について、僕を優しく悟す。僕より二つほど年上である、西洋人の友達で、 体も僕よりずっと大きいが、絵は僕より下手である。博来品の絵の具を所持している。ありがとうございます。